どうも、皆さん、こんにちは。パンチパンダです。よろしくお願いします。最近ですね、我が家にも小バエがちょっと湧きまして、で、なんかその、メンツとかお酢で小バエを捕まえられるぞというのを知ったので、まあそれを実践してみたんですけれども、一匹だけ無事確保できたと。まあもう夏が来たなと。まあもう夏が来たなということなんですけれども、まあ、昼間とかですね、カーテン開けることがあるんですよ。まあ夜とかは、まあ、このような感じで電気をつけるんですけれども、昼間とかって、この電気代かかると。この電気代かかると。電気消してるんですよ。で、カーテンをね、こう開けるの。こう開けちゃうの。で、まあ、最近気づいたことあって、ほんと、俺ね、ここ引っ越してきて、3年目なんですよ。3年目で気づいたことなんだけど、まあ、ご近所さんがいると。で、カーテン開けて生活してたら、バリバリ俺の部屋の中見られて、てんじゃないかなというのをちょっと気づいたんですよ。3年目にして。でも俺んち、その、レースみたいなね。なんか一応あるじゃないですか。ああいうの持ってなくて。なぜか横のカーテンにはレースつけてるんですけど。まあ、なので、プライバシー保護の観点からして、あそこに絵を描こうかなと。まあ、何を言ってんのかよくわかんない人もいると思うんですけど、まあ、こちらですね、先日七夕があったと。で、七夕にね、まあ、天の川で彦星と織姫が、いると。という絵を描いたんですよ。これ去年ですね、買ったものなんですけれども、これね、窓に絵を描ける。そういったキャンパスでして、でまあ、これで絵を描いた。で、思ったのが、あそこに絵を描きまくれば、向こうからこっち見られないんじゃないかということに気づきまして、ちょっと絵を描こうかな。まあ、見てないと思うよ。うん。見てないと思うけど、勝手に俺の中で。俺の中で。で、まあ、一応ですね、まあ、これに描かれてたことなんですけど、黒色とかあんま良くないと。なんか光吸収すると、なんか窓が変形しちゃう可能性があると。パキパキって割れたら怖えなということで、最初宇宙とか書こうかなと思ったんですよ。でも宇宙って暗いじゃん。光吸収して窓割れそうやん。なので天国を今から書こうかなと思います。まず神様を書こうとしたら、うどん屋さんみたいな人ができました。洗濯物すごいな。晴れてるのに。すごいよ。いきなりの雨やめてね。最悪や。洗濯物いきなり閉めたから。虫が入ってきた。はい、ということで、まあ、無事ですね、私のプライバシーが守られたのではないかなという、まあ、早速、皆さんと一緒に見ていきたいなと。いい作品となったのではないでしょうか。はい、ということでね、私のプライバシーを守るという。でですね、一応多分昼間じゃないとわからないんですけど、多分おそらく、あんま外から、なんか見られないんじゃないかなっていうイメージですね。塗ってるところから外はあんま見えない感じなので、プライバシー的には大丈夫なんじゃない？昼間の感じがこんな感じなんですけど、いや、まあ、見えなくなっているのか。まあ、前よりはですね、まあ見えなくなってると思うんで、これからは洗濯物をいっぱい干します。ではまあ僭越ながら作品紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、私天国を描こうと思いましてですね、こちらの、神様を描こうとしたんですけれども、なんか うどん屋さんみたいになっちゃったんですよ、正直。で、まあ、うどん屋さんみたいになっちゃって、服装が。神様のなんか白いブワーみたいな作りたかったんですよ。ただ、うどん屋さんみたいになっちゃったので、まあ、両手に剣を取らせて。で、髪の毛が黄緑になっちゃったんですけど、そこは、あんまり考えてませんでした。で、まあ、剣持ってるので、何かと戦わせたいなと思いまして、まあ、恐竜なんですけど、恐竜と戦うと。ね、この2つだったら、天国感ないなということで、なんかその、異業種というか、顔はですね、バイキンマンを意識して、で、なんか炎がブワーってなって、ライオンみたいな、ブワーみたいな、オレンジのオーラ。で、
ポンみたいな。で、ただ仲裁させようと、こうやめて、天国で戦いはダメみたいな仲裁で、あとこれはあの描いてる時に鏡行って反射した俺の顔ですって感じですかね。あー、でまあ天国なんですけど普通に空は青空になってしまったと。でまあこちらなんか黄色いのが2匹、これはヒヨコが飛んでるっていうやつなんですけど、書いてから気づきましたね。ヒヨコが飛んでるってよくわかんないなと思ったんです。まあそこは天国フィルターがかかるということで、はい。でまあ白いモワモワの雲の上っていうイメージだったんですけど、白だけだったらなんかあれだなっていう絵が下手な人の感じが出ちゃったんでしょうね。まあ、紫、オレンジ、黄色、緑みたいな、まあ、感じです。はい。すいませんか。でまあ続こちら行きますか。こちらこれはですね、天の川もともと描いてまして、この人とかもともと描いてたので、まあ、上から塗ったと。まあ、暗めの色は良くないとか言いつつ、暗めの色使っちゃいました。すいません。ねえ、そうですね、これはもう塗って、てん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 ってやって、まあ、こちらなんですけど、まあ、近くで見るとこのような感じ。あ、すごい。すごい。これ今顔認証したわ。